はい、皆さんこんにちは。ミラです。タカです。ブログです。私たちは名古屋の星ヶ丘テラスに向かってます。名古屋のおしゃれスポットですね。そうだけど私たちは行ったことないよ。今日はわかんないけどショッピングしたり美味しい食べ物を食べたりする週末デートです。行きましょう。はい、というわけで星ヶ丘テラス。あ、なんか可愛い。これおしゃれだね。上に傘があって下にも映って、今梅雨の時期だからこういう演出もしてんだね。めっちゃ可愛い。まあいろんなブランド屋さんがね入ってますね。スタバあるよ。いらん。なんかすごい広々としてて東京でいうね代官山みたいな感じかな。え、知らない。違った。何これ。何かわからないけどインスタスポットでしょ。バルーンスポットだね。ちょっと休憩しましょう。暑い。暑いね。脱ぐの。暑い。え、脱いだらどうする。レナさんのカバンに入れてもらう。バックパックはそういうためにあるよ。いや、ノー、そういうためじゃないよ。おしゃれのためだよ。はい。ノー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 。入れろ。自分で持ってってください。新しいバックパックが届きました。いただきましたね。そう。なんかの動画で探してたよね。バックパック。名古屋に買いに行ったじゃん。そう。仕事でも使える、プライベートでも使える、なんかおしゃれなバックパックをめっちゃ探してたんですけど、なかなかレナの好みに合うものなくて、そしたらたまたま。はい。ガストン・ルーガというスウェーデンのブランドが、ちょうどそういった感じのバックパックを売ってる。提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。このバックパックのいいところがいくつかあって、シンプルのデザインでおしゃれのが一つなんだけど、じゃじゃーん。なんかそんなでかくないけど、うん、私の Mac 13インチ。 Yes。 だから仕事でも全然使えるし、こういうプライベートでも全然使える。そう。中がこんな感じで1個のでかいやつとラクトップのスリットと、そう違うものを入れるスリットが分かれてるね。しかもここのバッジもかっこいいよね。ブラックとゴールドのコントラストで。そう。皆さんがこのバッグを買いたいなという人だったら、うん、私たちのクーポンコードを使うことができます。 LT ブログ15っていうクーポンコードを入れてもらえると 15% オフになるので、ホームページとかクーポンコードの情報とか全部概要欄に載せておくので、ぜひねチェックしてみてください。今は夏だからスペシャルキャンペーンをやってて、7月の2日から7月の23日まで海の日キャンペーンをやってらしくて、このねバックパックを購入していただくとオリジナルトートバッグとトラベルポーチがね今なら無料でついてくるっていう。いい、買うなら今だ。いろんな色があるから、うん、そうそうそう、こうデザインがいくつかあって、それぞれのデザインの色もいろいろあるから、そう、なんか好みのものが使えると思う。じゃあ私はこれをここに入れればいいってことで、ね、ありがとうございます。はいはい、熱すぎて。うん、はいはい、行きましょう。完璧だね。お腹すいたな。私はエリからおすすめがあるよ。きしめん。おお、名古屋飯じゃないですか社長。イエス。この星ヶ丘に星ヶ丘キッチンがあって、そこになんかいろんなレストランが入ってるらしい。ここだ、星ヶ丘製麺所。待ってるよ。で、持ち帰りもできる。冷凍したきしめんとつゆを売ってる。セットで買えば自分の家で作れる。ここのザ・キッチンってところ、ちっちゃいデパ地下みたいな感じだね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ああ、うま。生き返る。はい、お伺いします。とろろざるきしめん、すだちおろしぶっかけ。今回は星ヶ丘なんとか麺場のお店の名前なんて読むの？星ヶ丘なんとか麺製麺所。製麺所？難しいよ。来ましたよ。めっちゃ美味しそうだね。名古屋のきしめん。これがすごいよ。こんな形で見たことない。紅生姜天。うん、うん、これすごくない？2、3センチぐらいあるよ、幅が。めっちゃすごい。めちゃくちゃ噛み応えある。嘘。こう麺を食べてるって感じがする。しかも今日暑いからさ、さっぱりしたこの味付けめちゃくちゃ美味しい。本当だ、美味しい。これとろろ、とろろこっち入れればいいかな。ええー、ええー、
外国人はデナはトロロが食べれないからね。うん、プリプリ。食べていい全部。はい。はい。いやこれ本当に夏の食べ物。何をやってるの、タカヒロ？ちぎれません。なんか、つゆがないとくっついてるね。すごくない？餅みたいなの、味。そう。これ今ので伝わったんじゃない？どんだけもちもちか。もちもち。マジでお腹いっぱい。私、普通盛り。タカは大盛りにしたと。美味しかった。ごちそうさまでした。これ。社長の食欲はすごいね。さっき腹いっぱいきしめん食べて、まだ。美味しい。蜂蜜がかけたソフトクリーム。何をゆっくりしてることがあるの？無印ってなんかいいよね。うん、なんか無駄なものを欲しくなる。来ると何か買っちゃうっていう。そう、あ、無駄なものを買いたいってこと。そう、これはね、おすすめです。夏蒸れるじゃん、足が。だからこうやって空いてるやつ2色買ってきます。じゃあ私も欲しい。買う？最後はユニクロだよ。ルナの大好きなユニクロ。これの色違いだ。簡単な人だね。そう、黒とベージュ。触るの？ベージュ俺あんま好きじゃないから。大丈夫、好きじゃなくてもいい。ああ、そのショートパンツはいいね。ね、履いてみなきゃ分かんないけどね。いや、似合うかどうか。似合うよ。このシャツいいじゃん。レナ、これは？レギンスと、レギンス下に履いて、これ。だから、似合わないの？却下ということで。安心して合わない。これは？お、一緒でしょ。カヒロ？色違いだとちょっと印象変わるかなと思って。なんか思ってた感じと違うな。すごい下があれなの、クラッキーな感じだね。アウト。捨ててこパンツ。それは日本のおじさんが履くやつだよ。私は好きなデザイン。男性用だよ。でもそれ関係ない。いっぱい買いました。はい、ショッピングも終わりましたし、食べたし、デザートも食べたし。結局何時間ぐらいいたんだろうね。3時間ぐらい。星ヶ丘テラス意外といろいろありましたね。ね、楽しかったわ。うん、週末のデートにちょうどいい場所だね。私たちは今から帰ります。はい。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。